おはようございます。3日目は大雨から始まりました。よーし、全員起きろ。起きて布団畳め。妻は仕事をしています。田舎バックパッカーハウス、こちらではこのようにワークスペースが用意されているので、お仕事をするのにも快適です。そしてこちらではトランプ大会開催中です。そしてこちらではただいま漫画読書タイムが開かれております。ずいぶん古い漫画だね。このようにですね、古民家をリノベーションして作られているバックパッカーズハウス、非常に居心地がいい。 Here we go。 それでは今日の能登ドライブ出発したいと思います。今日のゲストはゆいちゃんです。ヤッホー、ヤッホー。一緒にドライブ行きましょう。能登ドライブ、 Here we go。 行くぞみんな、出発だ、出発だ。さあでは今から、まずは能登の寿司を食いに行く。イエーイ、なっ、ヤオヤオヤオ、いいね、ナイス、イエーイ、海、街が見えてきました。ここは一つ売れつ、よし、みんな着いたぞ。もりもり寿司の塗装本店、チェケラ。さあ到着しました、もりもり寿司。すごいね、大人気のお店だそうです。こっちで、うん、行きましょう。もりもり寿司です、チェケラ。はい、なんと並びます、皆さん。よーし、食べるぞ食べるぞ。はい、小鳥さん、食べますよ。来ました、マグロじゃない？あ、お醤油、ネギありでいい？ネギありの方がいいんじゃない？私ネギやだ。あ、これ食べたい。あ、おいしい。うん、生しらす、サーモン、しらす大好き、ホタルイカ、親子軍艦いただきます。いや、おいしい、これ幸せ。デリン、のどくろ食べます。のどくろうめー、イカが美味しいね、すごく美味しい。いや、贅沢ですな、すみさん。だけどすごいリーズナブル。能登のお寿司どうですか、小鳥さん。おお、地元の寿司と全然違うね。面白いやり名前出しちゃったよ。ゆいは一番何が好きなの？あらあら、かわいい。葵さん、何が一番美味しい？サーモン美味しいね。最後は青さの味噌汁で締めたいと思います。うまそう。いっぱい食べた、皆さん。締めの味噌汁、葵さん、犬ですか、あなたは。美味しかった、美味しかった。よーし、腹いっぱいになったぞ。次行くところは温泉だ。さあ、ご飯の後はここに来ました。なごみ、能登七味健康福祉の里。お風呂行くぞ、葵。お風呂行きたい人、大好き。俺のこと、うん、やったー、葵にも大好きってやってあげてよお風呂入りまーす。ようこそ。入浴料がめっちゃ安い。修学生160円だって。さあ、お風呂入りましょう、小鳥さん。うん。能登の温泉です、今日は。能登町産ナス。すごい安いんですが、それ以上に驚くことがあります。これです。白いナス。
小鳥さん、いいお湯でしたね。うん、中どうだった？広かった？うん、めっちゃ広かった。露天風呂も広かった。お風呂どうでしたか？楽しかったです。気持ちよかったね。海見た人、露天風呂からすごい気持ちよかったね。それでは行きましょう。イエーイ。道路と海が境目がない。こういう道大好き。うわー、すごい道です。すごい道です。こんな目の前に住んでる、これはちょっと特別だね。でも窓から飛び込めんじゃないの、もしかして。それぐらいの距離感だよ。おじいちゃん、こんにちは。すごい古い古民家が未だ現役で住まわれています。うわぁ、こんなに海ギリギリに生活圏がある。素晴らしい。私たちには想像もできない生活スタイル。うわぁ、こんな海っぺりを走ったことがあったでしょうか。うわー、やばー。こういうめちゃくちゃいいじゃん。ほんとだ、愛おしい。うーん、あ、水きれい。ない。うわー、ジャングルの道へ行きました。なんかすごいかわいい街を見つけました。なんか超かわいい。カブト小学校。ここじゃないよね。つい覗いてしまいました。かわいい小学校です。今いるところはカナミ。どこかっていうと、今このようにずーっと海岸沿いに走ってきました。ここです。じゃあここはどこなのかというと、ここです。能登半島の穴水のちょっと手前ぐらいかな。どこかっていうとこんな景色です。てれーん、内湾ですね。全く波が立たないのでなぎです。すごくいい雰囲気です。対岸が能登島ですね。向こうも能登になります。いいところですね。早速葵が海にまた入ろうとしてます。お風呂入ったばっかなのに。穴水町立紅葉小学校、ね、ゆいちゃんの小学校です。かわいい小学校ですね。そして何よりこの小学校、教室から能登の海を一望できる小学校です。さーて、能登2日目の夜ご飯、母ちゃんカレーです。さあ、今夜は言っても能登最後の夜だからね、宴を楽しみましょう。いや、何よりね、こうやってみんなでご飯食べれるってことが幸せなんですよ。はい、今夜はキーマカレー、母ちゃん作、いただきましょう。うん、もう食ってた。おはようございます。能登の最後の朝を迎えました。阿部さん、おはよう。はい、じゃあ、チビたち、みんなこっち座ろう。さあ、じゃあ、みんなで朝ごはんをいただきます。いただきます。クス、おなーぶ。妻、来てよかったね、のと。うん。また来ようね。穏やかな街だね。うん、穏やかな街だね。
なのにエキサイティングに遊ばせてもらえた。そうだね。うん。行った先々でどういう人たちと出会うかで旅のスタイルは大きく変わります。今回はあれだよね、いい意味で予想外の時間をたくさん過ごせたので本当に思い出深い場所になりました。最高。やったね。この2日間どうでしたか？楽しかった、ね、俺たちも楽しかったよ。ゆいちゃんありがとうね。それでは能登カーステイ今日でおしまい。ここからまた俺たちは旅に出ます。ゆきさんありがとうございました。また話し合うためありがとうございました。いってらっしゃい。みんなバイバイ。ハグ。ありがとう。楽しかったよ。みんなにもハグして。またね、ありがとう。あお。ゆーって言ってるときは男らしく。のとバックパッカーハウスまた来ます。やーまたね。お世話になりました。よし、じゃあ行くぞみんな。出発だ。じゃあね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル